はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケットをやっていきたいと思います。はい、いよいよですね、型のハービン最後の勝負の時がやってまいりました。型のハービン何があるかっていうと SWBC です。WBC を粘り腰で、勝ち上がりまして、この最後と思われる、SWBC に、挑戦していきます。松茸か、あんまり美味しくないけどな。状態をいい方がいいんだけどな。おっと、パートナー調教来た。しかし今更スタミナないんで調子回復をしましょう。もう渾身の状態でベスト体重をもちろんして出していきたいと思います。そして戻ってきた一層 G1 をやって、お披露目ということで終わりなのかなって思います。人参か、あと2週ぐらいかな、調教は。調子は波っていうのもあるみたいですね。調子が上がったり落ちたり。波があるんで、いい状態で出さないといけないですね。大根か。ということは、これか。状態はどうだ？あ、良い状態で。ちょっとこの状態で出そうかな？大根か。さあ、これで出します。もう一周見るかな。13周で戻ってきて。もう一周見ましょう。これが吉と出るか、凶と出るか。さあ、これで、SWBC 行きます。優勝すれば5000枚。もちろん、横山のりひろに託します。さあ、2時間ですね。結果が、気になりますが、その後に、また後で、結果を報告したいと思います。では、また。一応ですね、ガチャも引いときましょう。おっと？アドマイア孤児院か。はい、というわけで、また後でお会いしましょう。いい結果が残ってるといいな。ではまた。はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。
スターホースポケットをやっていきたいと思います。さあ、 SWBC の結果が出ました。というわけで観戦したいと思います。さあ、いよいよこの時がやってまいりましたね。ぜひ優勝してほしい。3番人気5頭いますんで、真ん中の人気ですね。1番人気がセシル・イーカゼ、2番人気がバーニング・アムール、これに続く3番人気で、20丸が1つ持っております。セシル・イーカゼが20丸2つ、もう1つ、もう1頭20丸を1つ持っているのが、大外12番メンマアナリストとなっております。はい、どうなるんでしょうね。セシル・イーカゼは SWBC を制覇してるんですよね。もう強い。またハムルミノルあたりも着実に、実績を上げていて、無理をしていないっていうのはやっぱり気になる要素ですね。そしてメンマーナリストは結構上昇馬なのかもしれない。さあ、いよいよその時です。そして空間を超えて歴史に名を刻んだ勇士が集いました。スーパーワールドブリーダーズカップ、さあいよいよスタートです。起伏の激しい難コース、スーパーワールドブリーダーズカップ、まずまず揃って飛び出しました。先頭に立つのは何か。メンマーアナリストが行く構え、オルコックアラビアンがかわしていきました。ちょっと離されまして、1番エクリプス。今どこにいるんだろう。あんまり前行けてない、スタートミスった。いや、そんなことはないですね。6番手か7番手。さあ、この位置が吉と出るか凶と出るか。基本的にこういうレースは前行ってないといけないですからね。ちょっといいに詰まってる感じもあって、メンマーアナリストがいい感じですよね。本当ですね。それからハムロミノル、外から1頭エロド、肩のカービン、陣営が絶対の自信を持って送り出しました。さあ、気合はどうなんだ。7番マッチェム、おっと、なんかおったなった、列車来た。さあ、まだオルコカービア大きくリードしてるが、中を割ってくる肩のハービン。さあ、誰が捉えるのか。さあ、一気に捕まえにかかる。誰だ、ハムノミノルだ。さあ、中を割ってきた。さて、勝てるか勝てるか勝てるか。あー、惜しい。3着ですね。いい具合にハムノミノルと上がってきたと思ったんですが、最後メンマーアナリストにもかなされて
3着の結果に終わりました。250枚か。やっぱ勝たないと全然メダルもらえないんだよな。しかし惜しい3着でしたね。そんな勝ち馬とは差がなかったですからね。まあよく頑張ってくれました。今474キロ。残り7周ですね。というわけで、次走が、引退レースとなります。今、春競馬なんで、宝塚あたりですかね。引退するのは。はい、最後もちろん、勝って、帰りたいと思いますので、ぜひ応援よろしくお願いいたします。はい、ゲーム動画で以降ではですね、チャンネル登録者数増やしたいと考えております。この動画のタイトル、下の方にですね、チャンネル登録ボタンがありますので、よろしかったら、登録、ご協力よろしくお願いいたします。また、高評価、コメント、この動画の SNS など拡散も歓迎しております。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載 しておりますので、よろしければ見てください。またこの動画最後の20秒で、関連動画プレイリスト流れます。お時間がありましたらそちらを見ていただければ嬉しく思います。はい、というわけで、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。